どうも、はじめまして。はじめまして。何の作品？はい、僕は、新しい作品のブラインドという作品に出てます。公約で出てます、ガンタです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何の作品？私は美しい人に出ているユータと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユータさんの見てる美しい人、どんな作品なんですか？はい、ですね、美しい人が去年、まあもう上映があったんですけれども、それを私も見させてもらいました。自分が出てる役だと昔の恋人役なので、こう回想シーンばっかり出てるんですけど、メインのストーリーは、まあ恋愛でこういろんなことがある、でそれの情緒的な部分がこう表されているのと、それが昔の自分恋愛や今のその恋愛に対してどういうふうに関わってくるのか、心の部分を描いたような作品になっています。ブラインドはどういう作品ですか？ブラインドはですね、実はまだ僕自体その作品を見てないんですけど、その作品の内容としては、そうですね、まあ、僕はつまりこう部屋を借りに行くんですけど、部屋の持ち主の方が主人公、その方はこう、教師にも入るマスクをかぶって、いろいろな世界から心を閉ざしているような方なんです。その方と、何ですかね、僕は一つワンシーンを、お話を手伝わさせてもらった感じなんですけど。なるほど。はい、ブラインドはまだ見てないとおっしゃってましたけど、もう9月のもう終わってるんですよね。大阪ではすでにもう上映が終わっているそうで、お客さんはねもう見ちゃっている人がねいるみたいですね。どんなご意見いただけるか楽しみですけど、まだこの先に次に那覇、そうですね、那覇、那覇と東京と、博多、それぞれ那覇が、10月、で東京が11月、で、最後博多が、12月に、上映がそれぞれ、予定されているので、詳しくはこちらの方へお願いします。そういえば去年の上映会がありましたけど、それはご覧に、はい、見させていただきました。ちょっとユータさんが出ていた作品も見まして。ほんまですか？ちょうど T シャツの後ろなんです。あ、そうなんです。この美しい人ですよね、この美しい人は。そうですね、こうこの切ない映画でもありつつ、本当すごいなと思ったのが、その衣装の数というか、そうですね、衣装がすごいね、ゴージャスっぷりがすごいなって思う。これ何着こう、次はどんな衣装が着てくるんだろう、シーンごとに衣装が違う。そう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 、それを見てるとどういう物語かっていうのは伝わらないレベルでそうすごい、なんか、ね、こんってすごいなと思いながら、はい、面白いなと思って見てました。ストーリーの良さプラス、そのなんですか、キャラクターの面白さ、すごい楽しかったです。他には、他に僕が見たのあとタンブリンライブの博多で撮影したやつですね。はい、もう本当こう音楽の一つ一つが本当良くて、もう耳の心地がいいというか、はい、それプラスこう何ですかね、こう言葉数が少ないんですけど、それこそこう恋心で、その相手で思う気持ちがすごい出ていた映画の、表情とかね、監督のね腕がね、そうですね。で僕もね、いつか桜通りでを見たんですけど、これあの舞台の方も見に行っていたので、あ、舞台が映画になったって、この舞台でやっていたイメージとその映画になっているイメージが、リンクしながら、であの CD を買ってそれをよく聴いていたんですけど、その曲に合ったその状態がたくさんあって、すごく感動するいい映画でした。はい、それでは皆さん、はい、劇場の方でお会いしましょう。よろしくお願いします。お待ちしてます。
先も愛を伝え合える日々をね、君とならパッピルビルビルダラドゥダパッピルビルライヤーパッピルビルビルダラドゥダパッピルビルビルドゥ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 この世でたった一人と結ばれるなら今君を選ぼう。朝目が覚めてどうしようもない一日が始まる。そんな普通の人生の中で君に出会ったよ。